演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのクッキー2種類を食べたいと思います。で、こっちがアップレーズン&アップルシナモンで、こちら側がチョコチップシンプルですね。レーズンアップルシナモンは少々天気側なのかな。ではご対面。おお、あら、割れちゃってるのかな、これ。それとも、チョコチップも、でもこういう形なのかな。チョコチップはシンプルな丸い形ですね。形も違うんだ。同じのかと思ってました。はい。こっちが、あ、こういう形みたいですね。アップル&シナモンで、こっちがチョコチップです。チョコチップ結構大きいですね。では、いただきます。このクッキーとこっちのフルーツ、これを混ぜてくれないかな。これ、こちらのチョコチップクッキーはザクザクとした食感のクッキーの中に結構濃厚な甘さのチョコチップがさっくり入っていて、チョコチップの食感も味わうことができましたね。ただちょっとチョコが強すぎて途中で甘さに飽きちゃうかなっていうような部分もあったりとか。で、こちらのアップルシナモンクッキーはどちらかというとしっとり系のクッキーで、口の中で噛んだ瞬間にサクッとしっとりとした食感とともにリンゴとレーズンの甘酸っぱさが口の中に広がって美味しい。さっぱりとはこちらの方いただきますね。形とクッキーの食感はこちらの方が好みなんですけど、中の具材はアップル&シナモンの方が好きというわけで、この2つはこういう風に合わさってくれたら一番最高なんだけどなというわけで、今回はどちらもこちらの点数とさせていただきます。優劣はつけないけど、もう一個好きだけ欲しい、そんな感じですね。それでは、カタツムリ、兵士になるから梅雨日々を。梅雨ではカタツムリも脅威の兵士にはならない。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。